本来の自分を出すではなくて、スイッチを入れた自分を出せるか。あなたは今から接客ロープレイやろって言われてどう思いますか？え、今からやだなぁ。そう思う方多いと思うんです。もしあなたが接客ロープレイ大好きそう思うなら、この動画は本当に必要がないので今すぐに閉じてください。接客ロープレイが苦手、そうあなたを悩ませてる原因は、普段先輩たちとやってるロープレイがあまりにもリアルな接客と違うから、リアリティがないからなんですよ。先輩たちとのロープレイで最も課題になるのは恥じらい、恥ずかしさですよね。普段世間話を普通にしてるあの先輩に対して、いきなりお客様役を演じないといけない、接客っていうよりも自分の演技力、俳優なのみたいな感じでそれを見られてるみたいで、マジで恥ずかしい。ということで今回は、どうやったら恥ずかしがらずによりリアリティのある接客ロープレを学ぶことができるか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今回の内容が少しでもいいな、参考になる、そう思っていただけた方、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。早速いきましょう。まず一つ目、先輩とロープレをするときに、ロープレ大会向けのロープレなのか、リアル接客向けのロープレなのか、それをよく確認してから始めましょう。今日時間もあるし、ロープレやろうか。はい、かしこまりました。そんな感じで淡々と進めちゃわないで、今回のこのロープレは何のためにやるのか、何の目的なのか、目的を明確にすることです。ロープレ大会とリアル接客の大きな違いは、時間制限があるかどうか、これですよね。ロープレ大会は7分前後という時間内によりスムーズな接客ができているかどうか、それが評価ポイントになる。対してリアルな接客は時間関係ないですよね。ささっと短時間で買っていただくための接客もあれば、じっくりまとめ買いにつなげるための接客もある。私個人的な考えですが、ロープレ大会とリアル接客ではまるでトレーニングの仕方が違う、そう思っています。今回のロープレは何が目的なのか、先輩の気持ちと自分の心構えを一致させないままスタートを切るロープレはとってもしんどい、初めてから苦痛になってきます。接客のどの工程をどの程度まで学ぶのか、ささっとロープレを始めちゃわないで、先輩と少しだけミーティングさせてもらうことで、後々ロープレの時間の学びがとても深くなります。そしてポイント2つ目、接客が上手い上手な販売員さんは2つの顔を持っている、これを理解することです。あなたに質問です。あなたは初対面のお客様に接客するのと、家族や友人、知り合いへ接客するのでは、どっちの方がやりやすいですか？ちなみに私は赤の他人であるお客様に対しての方が断然接客がしやすいです。なぜこんな質問をしたかというと、あなたは普段からお客様に対して素の自分を見せる時もあれば、普段とは違う演技をした自分を見せる時もある。それが接客であるっていうのを理解してほしいからです。接客の途中までは丁寧で礼儀正しい自分、そんな自分を演じてお客様に接客していたのに、お客様がディズニーランドが好き、そんなことを聞いた瞬間、私も大好きなんです、パレードは何が好きですか、ついつい素の自分で接してしまう。接客が上手な販売員さんは、そもそもこの二面性、ギャップこそが魅力的な接客になるってのを理解しています。話を戻します。ロープレでぜひ向き合うべきは自分自身の演技力です。普段プライベートなことまで話している先輩に対して、まるで他人と話すかのように演技ができるか。本来の自分を出すではなくて、スイッチを入れた自分を出せるか。 A のスイッチから B のスイッチに切り替える、これができる販売員こそすごく魅力的であり、ロープレで身につけるべき最も重要なポイントになります。ロープレではいつも通りの接客を表現できるかっていうよりも、先輩に対しても演技をした自分が出せるか、自分の演技力、演出力を磨く場として捉えてください。先輩とのロープレが始まった瞬間に、赤の他人と接するようなロープレをする。お客様ありがとうございます。こちらのシャツ可愛いですよね。普段からこういった柄物お召しになるんですか？仰々しくなっちゃっていいんです。あなたのお店にいらっしゃるお客様はほとんどが初対面のお客様ですよね。顧客様はその中のほんの一部、初めて会った時自分がどう表現するか、それをロープレという場で先輩に対してできるようになれば、リアルな接客に本当に活かせます。先輩との接客ロープレは初対面のお客様に対しての接客のために学ぶ、そう捉えてみるだけで今までの緊張、恥ずかしさが少し和らぐと思います。これからも自分の成長のために向き合っていくべき接客ロープレ、できることなら向き合い方を身につけてぜひ楽しんでいきたいですよね。今回の内容が少しでもいいなって思った方は、ぜひいいねボタン、チャンネル登録まだの方ぜひよろしくお願いします。それではまた次回、ありがとうございます。